ボルブランツハウゼンは、ドイツ連邦共和国ニーラーザクセン州ゲッティンゲン群に属す、マチソンでザムトゲマインでギーボルデハウゼンを構成する、マチソンの一つである。ボルブランツハウゼンは、ウンター・アイヒスフェルトに位置しており、ギーボルデハウゼンを、本部所在地とするザムトゲマインでギーボルデハウゼンに属す。現在知られているボルブランツハウゼンの最も古い、文献記録は、 1105年のものであり、おそらくこの地域の他の村落と同じ程度に古い集落であった。この資料は、マインツ大司教、ルートハルトがカトレンブルク修道院に発行した書領証明書であった。この文書中に、カトレンブルク博ディートリヒが、ウォルベンハソン近郊の農地をマインツ大司教に寄進した旨が記載されている。ディートリヒ本カトレンブルクの死後、ボルブランツハウゼンの書領は、 ノルトハイム博のものとなり、さらにその後、ハインリッシュ公のものとなった。1432年に、ブラウンシュバイク公からマインツ大司教に売却され、遅くとも14世紀半ばまでには、アムト・ギーボルデハウゼンに属した。ボルブランツハウゼンは、先定公領の境界地域に位置し、ゲッティンゲンへの街道筋に面していたため、17世紀から18世紀には、 戦争で甚大な被害を受けた。30年戦争では1623年と1626年の2度、焼き払われ、7年戦争では1761年に、ハノーファー軍とフランス軍との戦場になった。1855年、町の境界部分にあるヘイヤーベルクに十4旧南聖人を称える霊状が設けられた。ここへの巡礼は、1850年から、 アイスフェルトで流行していたこれらをボルブランツハウゼンに持ち込み30人の死者を出す原因となった。6月の第2日曜日に小巡礼が行われており、6月21日の後、最初の日曜日に行われていた大巡礼は廃れていった。このほか9月の最終日曜日には聖エウスタキウスを称える騎士のミサが行われる。集落の原点は、 教会付近であった。現在のカトリック教会、聖ーゲオルク教会は1796年に古典主義様式で建設された。ボル・ブランツハウゼンの議会は9人の議員で構成される。トルステン・フライベルクは2016年11月の選挙で町長に選出された。ズンガラ、赤字に前足を上げた馬に乗った聖ーゲオルク。彼の両手は ドラゴンの開いた口に突き刺した槍を握っている。騎士、馬、ドラゴンは金色である。聖ゲオルク教会ボルブランツハウゼイの聖ゲオルク教区教会は、ウンター・アイヒスフェルトに4つある古典主義建築様式による宗教建造物の一つである。多角形の内人室と武器の戦闘を有するブンテル左岸性建築である。 外壁に取り付けられた付け柱の垂直の台座と水平の偏発型のコーニスが金星の取れた外観を形作っている。西のファサードには張り出した玄関部がありその高い位置に設けられたくぼみに制御クのレリーフがはめ込まれている。ホールを覆う切り込みアーチ式の鏡型ボールとで構成される空間建築は市場装飾、玉飾り、パルメットフリーズといった 古代風の装飾モチーフで飾られている。これらは付け柱と直角に交わるコーニスに取り付けられている。内人室の頭壁にはかつて漆喰が上塗りされていたフレスコ画が復元されている。主祭団はヒルデスハイムの彫刻家ヨプスとハインリヒルス戦によって作られたもので18世紀前期のものである。 これよりも古いヘンネッケンローでの祭壇は、おそらくドゥーダーシュタットの数奇教コップの指示で1862年までに、ボルブランツハウゼンに持ち込まれたものである。当時、コップがヘンネッケンローでの数奇教であったことは、この説を指示している。脇祭壇は、ネポムクの聖ヨハネの巡教を描いており、色彩的に主祭壇と対象を成している。脇祭壇の上部には2枚の絵がある。 これらの絵は成人に起こった時間的に連続した出来事を描いており、一枚がモルダウ川の端から突き落とされる場面、もう一枚は水に横たわる成人を描いている。教会内にはさらに、後期ゴシック様式による子を描いた三日月の聖母の像があるが、そのスカートの裾下から、グロデスクな月の顔が見える。ボルブランツハウゼンの北約 1.8km に、 位置するヘイアーベルクは高さ242メートルであり、ウンター・アイヒスフェルトで最も高いというわけではないが、全方角の眺望が得られる孤立した位置にあるため、ウンター・アイヒスフェルト全域で最も素晴らしい展望ポイントとなっている。このヘイアーベルクの巡礼礼拝堂の成立史に関する信頼できる情報は、ボルブランツハウゼンの司祭、アウグスト・ホッケから、ヒルデスハイム司教、 エイドアルトやコップベーデキンに当てた1855年8月7日の報告書である。これは、ボルブランツハウゼン協会組織により出版された、年代記、D. ウォルファールツェカペラ・アウフデム・ホワーバーグ1856から2006で読むことができる。巡礼礼拝堂の前史に対する、アウグスト・フォッケの詳細な記述は、これらの被害を免れた際に、フォッケが建てたヘイヤーベルクに、 礼拝堂を建てるという誓いを実行したもので、あるという俗説を明快に否定している。毎年5月1日に、ボルブランツハウゼン男性合唱団が参加して、巡礼開きが行われる。この他に、小巡礼、大巡礼、馬の巡礼、及びマリア飛翔天才の光のパレードが開催される。シャニク祭の伝統は、ボルブランツハウゼン特有のものである。シャニク祭は、 この町の年間最大の行事である。他の社肉祭の伝統とは異なり、王子様のカップルも王子の衛兵もいない。メインイベントは模擬法廷と模擬診察である。バラの月曜日の前の土曜日にスピーチ、ダンス、その他のパフォーマンスが開催される、演壇の夕べを伴う式典が始まる。続く日曜日には町内のサークルが参加して、集落内を練り歩く。 ニ肉祭のパレードが行われる。バラの月曜日は一連の催しのクライマックスである。この日はスタンピレソンで始まる。午後には模擬法廷で罪人に見立てられた、ほとんどが16歳の若い住民に首かせがかけられ顔をそられる。これによって大人社会への参加が許されるしきたりである。若い女性は模擬診察で検査される。また数年前から、 バラの月曜日の晩には仮面舞踏会が開かれるようになっている。火曜日のは模擬法廷と模擬診察が改めて行われ、ソーセージや卵の寄付が集められる。その夕方、午前中に寄付されたソーセージを使って、集落の住民みんなで伝統的なソーセージの食事会が行われる。水曜日、ニシンの食事会でボルブランツハウゼンのシャニク肉イは幕を閉じる。この他に、 街が盛り上がる年中行事としては、アマチュア劇団性ヨーゼフの公演がある。100年以上前から、クリスマスの翌日に、毎年別の演目を上演する。これは、1月の初め、多くは、高原祭の日に再演される。さらに、射撃祭、遠足、サークルの舞踏会やスポーツ習慣などがある。教会の年中行事には、生体の祝日のパレードや、聖マルティノスの日がある。 ボルブランツハウゼンは、ゲッティンゲンからヘルツベルクアムハルツへ向かう、連邦道、B27 号線に面している。また、軍道114号線経由で、ネルテンハルデンベルクからドゥーダーシュタットに向かう、連邦道 B446 号線で、道路網に接続する。バス路線170系統が1時間ごとに、ゲッティンゲンとドゥーダーシュタットの間を運行している。ボルブランツハウゼンには、 以下のサークルがある。隣接するクレーベックと共に、ボルブランツハウゼンは、バイオエネルギー村となっている。両町の間の連邦道、B27 号線沿いにバイオエネルギー、ボルクレーエックの大規模なバイオガス施設が建設され、遠隔地域団防網が整備されている。このプロジェクトは、ゲッティンゲン軍主導で始められ、その後例えばユーンデでの再生エネルギー利用などに、つながっている。 ありがとうございます。